ははは防衛大臣をを務めた岸岸信信夫叔父父安倍晋三元首相祖祖父は岸信介元首首相相祖介政界では最強の世襲候補と呼ばれる岸信千代候補が危機に立たされているという今回の選挙で山口2区から出馬していますが旗色が悪いんですよもちろん統一教会問題と裏金事件という2つの逆風でどこの自民党候補も苦労しています とはいえ、最強、と称される岸氏が、僅差とは家立憲民主党の平岡秀夫候補を追う展開になっているのは意外です。平岡候補は旧2区の代表殿である岩国市の出身。地元の岩国高校から東大法学部卒後財務省に入った元官僚で、弁護士資格を持つエリート。2012年の総選挙から補欠選挙を含めて自民党の候補に4連敗をしているとはいえ、 着々と支持者を増やしています政治部記者実父である岸忍元防衛省が健康問題を理由に引退し昨年の補欠選挙で政界デビューを果たした岸氏だがそれも約42%という低投票率ながら平岡氏とたったの6000票差という白票を踏むような勝利だった信千世さんは裏金問題には直接関わっていないものの 信男さんの政治団体には2年間で30万円のキックバックがありました平岡さんは裏金世襲だと批判を強めています有権者にとってはかなり響くワードですよね同前岸氏は慶応大学卒業後にフジテレビに入社報道局社会部記者として勤務していた2019年9月京急線の衝突脱線事故の現場中継では大失態を演じている 夕方のニュースでのことです。スタッフから岸さんに中継開始の合図が出ているのに押し黙ったまま、口を毎一文字に閉じて硬直してしまったんですよ。結局、スタジオに切り替わるまでの約30秒間で岸さんが伝えたのは、現場が京急線の踏切であるということだけ。てっきり原稿を紛失したかのかと思いましたが、手にしっかり握っていました。富士のスタッフによれば 初中継にテンパっただけということでした。